米野球データサイトのファングラフスが10日日本時間11日に、大谷翔平に三冠王獲得の可能性があると題する記事で大谷が三冠王を獲得する可能性を検証した。サイトは予測システムの ZIPS を利用して45本塁打でタイトルを獲得する確率は 52%。最終的に大谷がナ・リーグで打撃タイトルを獲得する可能性を 22%、45本塁打で本塁打王になる可能性を 52% とした。本塁打数と打点は高い相関関係にあるため、本塁打と打点でナ・リーグトップになる可能性は 36% とし、そこに打率を加えたナ・リーグ三冠王を獲得する確率を 14.6% と弾き出した。2021年のミゲル・カブレラ・タイガース以来の三冠王誕生に期待だ。Y としては理論値を超えたワクワクさせてくれる活躍をしてくれればそれで十分。現時点での 14.6 はかなり高い数字だよね。今の打撃の感じならやりそうだけど、相手もいるし不調になったり新たな怪我の可能性もある。三冠は運もあるし、三冠より攻撃指標で圧倒的な方がいい。大谷にはドジャースで怪我なく活躍を続け、10年契約を全うしてほしい。大谷選手はその存在自体特別な存在で順位などは後からついてくるもの。狙ってもいいがなる必要はないでしょ。DH だらね。あくまでも、二刀流こそが真骨頂。大谷翔平はリハビリ中でこの数やからな。第一は、ワールドシリーズ優勝やろうな。そのために、彼なら何を指標に置くかを全て決めてるはず。今後可能性があるなら投手タイトルを合わせて大谷選手スペシャルオンリーの変則的三冠王ならあるかもしれない。三冠王なんて1970年以降では2012年のカブレラたった一人しか取れていない。その数字が 15% もあるなんて、とんでもないぞ。近代野球で三冠王というのは、ハードルが高く、今それに最も近い選手は、大谷やろう。